どうも、ライオンうどんでーす。はい、お願いしまーす。しげみうどんとガオちゃんでございます。チュルチュルー、はい、明日、7月31日、はいはい、ついに日の出湯さんの横の、長屋小井さん路地でですね、はい、14時から単独ライブ、ライオンうどんの銭湯に入りたくなるお笑いライブがあります。よろしくお願いしまーす。ユニットでやってるんですけれども、はい、しっかりと吉本公式の単独ライブでございまして、はい、1時間で、はい、ネタが6本はい、一応そうですね。コーナーと、はい、しっかりと前説も来ていただけますので、はい、充実した1時間になると思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。そうです。どうですか、ガオちゃん、こう、はい、まあスタジオというか、これが舞台になります。舞台がこれ畳ですけど、畳なんです。下は漫画やって、そうのれんあって、そう湯ののれん、はい、これしっかりこう本当に銭湯のおかみさんがね、はい、めでたいやつ、そう正月の時にはこの富士山で亀、そうそうそう、富士と亀と鶴、鶴、うん、これを用意していただいて、はい、ここで一応漫才やって、そうなのよ、ここで、こうです、この感じですね、はい、すごいすごいでしょこれ、朝ドラですよ。やらせていただきたいと思います。まあ、でもアットホームなね、感じで、うん、そうね、なほんまにこうスタジオ、なんていうんですか、ライブハウスというところではないからね、はいはい、ほんまに気楽に来ていただければいいかなと思いますので、明日ぜひよろしくお願いいたします。はい、すごい派手な車通りますね。はい、ね、そうですね、で、せっかくやったらお風呂入って帰ってもらったら、そうですね、日の出湯さんはすごい、はい、めちゃくちゃいいんで、いい銭湯なんで、男性も女性も食べた、ね、結構ゆっくり気持ちよく入れるところ、よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた明日。